が3つ届きました。ありがとうございます。わ、野菜だ。カリフラワー、トマト。あら、すごい、カリフラワーだ。エコファーム、クラオ。こっちも重いよ。え、なにこれ。キャベツだ。紫、これこれ、え、キャベツだ。初めて見た、つむらさき。つるむらさき。つむつるむらさき。つるむらさき。つるむらさき。山中みたい。山中ガス。ガス。ほんとに助かります。ラスト1本になってたからね。え、これガスだよね。あ、これ苗がある。山芋のね、苗だって。山芋、そう、もうすぐすぐ、いっぱい使えない。ごぼうだ、ごぼう。これぞ。あ、玉ねぎ。赤玉ねぎみたいな。あ、これ何？さつまいもかじゃがいもの中間。じゃがいも。わかんないけど、ちょっと赤いじゃがいもっぽい感じで。すごい。すごい。いや、本当助かるね。ちょうど切れちゃったからね。大好き春菊。ないだ、これ何の苗？それもあれですかね、多分見た目も同じなんで。あ、本当だ、キクイモだ、ここにほら。キクイモじゃない？サトイモ？うん、サトイモだ、これ。何それ？キュウリだ。え？黄色いズッキーニ初めて見ました。キュウリ。キュウリです。どうやってこんなまっすぐになるの？うちのはなんか、わからない。曲がっちゃってる。あ、ニンニクだよ。先生、よかったね。ジャンボニンニク。ジャンボニンニク届きました。すごいぞ。使いますからね。まだあんの？あ、ネギだ。いっぱいある。あー、のりダメだ。食べれないな、これは。本当にありがとうございます。ありがとうございます。出す必要があるよね。うん、そうですね。踏み出していける。どうやって出しちゃいいんだ。まあ一応やってみるか。やってみますか。なに、ちょっとだけ。こっちやで、こっちやで、こっちやで。あ、それ中も見えます。嘘。これで当てるじゃないですか。うん。この縦のラインに定規合わせれば直角取れてますよね、これ。うん。大丈夫ですよ。大丈夫でしょ。 OK。 意外とこれ直角っぽい感じだったんですね。ね。大体でいいか。大体でボイド管立てるときとか穴掘るときとか多分ずれちゃうんですよ。うん、そうだね。
ればボリューム入らないですかね。どうだろう、入るんじゃないかな。まだ1個持ってる、見えますね。そこもうちょっと開けてですかね。こっちだと崩れそうですよね。そう。でも本来はここら辺だったけどね。まあ別に。そんなもんですかね。もうちょっと工場掘りづらい。いや、全然掘れるとは思いますよ。これでやってみる。うん、やってみます。うん、これやってみっか。はいはい。穴掘りだ。これ大変だぞ。スコップで普通に掘れそうですか？一人やってみていいですか、うん、それだと今ちょうどくらいですね、うん、ちょうどだよ。これでいっとくか、ここ。これでそこ水平出すなんて、うん、光が弱くてちょっと分かりづらい。この高さでいいならもう近づいたところで、うん、深く、うん、その縦の線に合わせてですね、うん、まあでもこの高さはあれば8対1でいいよ。だってもうこの切り口が水平じゃないもんこれに対して直角じゃないでしょ。まあそうですね。結構ここで押さえていかないとダメだな。なんか入れちゃおう。大丈夫そうですか、そっちは、うん、結局行きじゃない。こっち側からも一応ね、そっちラインあるね。あるんだ。ちょっとこうなってる。結構深くまで入れなきゃですね、うん、でもそれくらい入れとかないとずれますからね。入ってるよね。入ってます。結構埋めたんだけどもっと大丈夫かな。ないわ。動きそうだけど多少は防げるんじゃないですか。
大丈夫そうですね。無理だよ、こっちは。もうちょっとやりたいけどいいか。いいよね。だいぶ垂れちゃうかな。まあ、ちょっとやればいける。なんとかなるんじゃないですか。うまく固まってくれるといいですね。さあ残りのやつ半分くらいまだ余ってますけど。マジで？そことここあたりまで。ヌディは気持ちよさそうに寝てるよ。結構あんの？まだまだだいぶありますよ。こっちの穴も埋められるかも。あ、ほんと？さあ今日のご飯は？今日はナオさんからいただいたお野菜を使ったご飯にしました。これ食べたことないんだけど。ねえ、ないカリフローレって名前らしい。へえ。あとはほうれん草のおひたしと、うん、ほうれん草の味噌汁、キャベツです。全部もらいもんだ。いただきものです。いただきます。いただきます。かつお節かけると美味しい。ちょっと薄いかも。カリフローレ、うん、おいしい。うん、うまい。うん、美味しい。そう、うん、なんか違うの？カリフラワーと。カリフラワーは私食べたことないけど。そんな人いんのか。え、カリフラワー食べたことある？ブロッコリーはあるけど、あ、そう。うん、美味しいよ。なんかこの上のモコっていうところが少ないあれなんですよ。スティック部分が長いあれらしくて。そう、美味しい。先生も食べな。うん、贅沢だね。贅沢だ。ありがとうございます。ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。